ジョセフ・ペネルは、アメリカ合衆国の版画家、イラストレーター、著作家である。フィラデルフィアで生まれた。働きながら、ペンシルベニア工芸学校の夜間コースで学び、1879年に、ペンシルベニア美術アカデミーに入学した。仲間の学生には、トマス・アン・シュッツや、A.B. フロスト、ヘンリー・ベーン・ブリッジ・マッカーターらがいた。アカデミーの教師、 トマス・エイキンズに怒りを覚える出来事があって、アカデミーを止めた。この頃、フェリス、ジーン・レオン・ゲロメ・フェリスと友人になり、イラストレーションや版画に興味を持ち、制作するようになった。1880年に、スタジオを開き、商業美術の仕事を始め、7人の版画家と、フィラデルフィア版画協会を設立した。有名な、ニューヨークの画商に注目され、 エージェントの契約を結んだ。1881年に雑誌アトランティックマンスリーの挿絵の注文を受け記事の執筆者のフィラデルフィア生まれの電気作家のエリザベス・ロビンズと知り合った。1883年に作家ウィリアム・リーン・ハウエルズがアトランティックマンスリーに連載した記事の挿絵を描くためにイタリアに旅した。1884年に エリザベス・ロビンズと結婚し、夫婦でヨーロッパを旅した。このヨーロッパ旅行でエリザベスが文章を書き、ジョセフが挿絵を描いて、いくつかの記事が雑誌に掲載された。パリで有名な画家、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーと知り合い、親しい友人となり1908年に、ペネル夫妻の教著で、ホイッスラーの伝記、ザ・ライフ・オブ・ジェームズ・マクニール・ホイッスルが出版されることになった。 ロンドンを拠点にし、夫妻で多くの旅をして、ジョセフ・ペネルは数多くの版画作品を制作した。1885年にイギリスのエッチング画家、版画家協会の展覧会に出展した。1912年に建設中のパナマ運河を訪れ、文章も自ら書いた著作、ヨゼフ・ピネル、エス・ピクチャーズ・オブ・ザ・パナマ・カナルを出版した。 1917年にペネルフ祭はアメリアに今日移し、ニューヨークの摩天楼を描き、ニューヨークに住み、アートスチューデンツリーグオブニューヨークで教えた。影響を与えた芸術家には、リボン・ウエスト、エマリリアン・ブロック、メアリー・フントーン、フランシス・ファレンド・ドッジ、ハワード・クック、ユージン・コミル・フィクがいる。ありがとうございます。